ペールノフはロシア帝国の水雷艇ある。艇名はエストニアのパルヌの当時の名称である。フィンランドがロシア帝国から独立を果たすことになったロシア革命からフィンランド内戦にかけての動乱期にフィンランド独立派によって捕獲され、その海軍へ編入された。ペールノフはロシア帝国海軍向けに建造をされたペールノフ級水雷艇の一番艇であった。 1891年1月に、ルアーブルに所在するフランスの造船会社、ル・ノルマン社で寄港。同年12月7日付で、バルト艦隊に配属、クロンシュタットに母港を定めた。1892年8月11日に浸水。同年10月に竣工して、部隊配備された。1895年4月8日には、第103号水雷艇に改称された。 同年6月20日からは訓練と同経点の建造のための手本として用いられた。ペールの普及は1890年代に25隻が建造された。1909年10月16日には通報線に類別を改められた。1910年にはイジョール工場で停滞と甲板、ボイラー関連設備のオーバーホールを受けた。第一次世界大戦では 第四総会体に所属し、総会艇、通報船として、戦域総会任務や通報、紹介、護衛任務に従事した。1917年には2月革命に参加し、臨時政府の管轄に移った。10月革命の後は、ボリシェビキの赤色バルト艦隊に所属した。ソビエトロシア艦艇として、フィンランド内戦に参加したが、ドイツ帝国と連合したフィンランド独立派の、 反撃によりソビエト派は劣勢となった。九百十八年三月二日には、ソビエトロシアの赤軍が撤退することになる、ブレストリトフスク条約の交渉状況に関連し、フィンランド湾にあった、ソビエトロシア艦艇は三月十五日に、ソビエトフィンランドへ譲渡された。四月十二日には、敵軍の手に落ちることを免れるため、フィンランド湾より撤収しようとしたが、決表のため艇を動かせず、 やむなく、ヘルシンキに放置して赤軍は撤退した。4月21日には、フィンランド城を守る軍が同地を掌握し、第103号通報戦は同軍に接収された。1920年にフィンランドとソビエトロシアとの間に締結されたタルト条約に基づき、1922年には、第103号通報戦はフィンランド海軍を除籍され、 ソビエトロシア政府に引き渡されることとなった。しかし、第103号が完全に旧式化しており、引き取る必要がないと判断したソ連政府は、現地でフィンランドに手を売却し、フィンランドはこれを解体した。ありがとうございます。